でも今日はそのケンタ木原が本当にラジオでね、横山さんとか川村さんと絡んでくれてるということでね、うん、そうですね、今日なんとね川村さんと、いや緊張する、いやもうめっちゃ緊張するでしょ。いやあのね、僕テレビでさっきも移動中見てきたんですよ。そしたら中根さんが映ってます。それは夕方 の、 あの情報番組。そうですそうです、うん、中根さん出とったら今から来るやんみたいな。そう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 、はい、でもね、その川村さんに気に入ってもらえたということで、うん、ね、嬉しい、ね、川村さんとあれをやりましょう、あれを、川村様と一緒に、あれを、川村様と一緒に今流行りのあれを、はい、行きましょう、こうかな。じゃあいつもの僕、あの勝手にあだ名つけたんですよ。いつもの僕って言ってもいいですか。スペシャル、スペシャルウィークの時に。でも本人もさ、あの今回ラジオ出させていただいてありがとうございますって僕リチギに DM 送るんですよ。僕リチギに DM 送るんですか。僕リチギに DM 送るんですか。ケントキャラです。ケントキャラです。で DM 送ったらちゃんとキャナーですって言ってきてくれるんですよ。あざといよね。いやいや、お前、いやいや、送ってくれとる。あ、そうなんかな。その真相はいかに聞いてみよう。じゃあ僕の呼び方で呼んでいいですか。大きな拍手でお迎えください、キャバナー。これが例のブルーのワンピースです、ね、そう、これ青いワンピースなんです。皆さん、青いワンピースの回でおなじみの青いワンピース、今日一丁羅できました。キャバナーです。ごめんなさい。浸透は絶対にしてないと思うんですよね。そうですよね、はい、あまりね、浸透させようとするんだよね。そう、浸透する。歌だけ一緒に歌わせていただいたらもうそれだけで私も十分。そうですよね、この曲だけですよね。いやいや、そのこの曲だけじゃないです。これまでのレイワンダフルとバイバイバイキン、うん、控えめに言って最高です。最高、レイワ、レイワって。もう僕の代わりに歌ってくださればよかったのに。どこだったらちゃんと歌えるんですか。本当ですよね、自分の歌ですよ。なんか今日は意地悪。本当大好きで、はい、私は今から、ね、一緒に歌わせていただく、はい、その JPN47、はい、初めて聞いた時から、なんだこの歌と、うん、なんという潔のいい歌なんだと、はい、びっくりしまして、もうそれ以降ずっと断るごとに番組で北海道っていうワードが出るたびに岡山さんと北海道ね、言わせていただいてありがとうございます、はい、皆さんにもきっとその北海道ワードは浸透してると思うので、ちょっと一回練習してもいいですか。いいですね、いいですね。お願いします。どこ、だから北海道、北海道、ワンツー北海道ですね。オッケーオッケー、行きましょう。じゃあ川さん、はい、みんなも一緒に歌います。大丈夫ですか。みんなでやるんだよ。あ、やってください。今からみんながやるためにやるんだよ。みんなも歌いますじゃないんだよ。練習させてください。みんながやるんだよ。いきますよ。ワンツーワンツー北海道なんです。いきます。ワンツーワンツー北海道。あ、ちょっと皆さん全然ダメです。それじゃあ、ごめんなさい、もっと出る、もっと出ます。それちょっとあの乗っていけないです。南まで進んでいけない。もうちょっといただいてもいいですか。すみません、北海道に協力してしまう。もう一回お願いします。北海道だけでいいんです。はい、いきます。ワンツーワンツー北海道。ありがとうございます。本番では、はい、今日はね、はい、いつも北海道だけこう目立ってるじゃないですか、はい、僕勝手に考えたんですよ。やばいかな、勝手に考えたら。なんで、なんか、じゃあ沖縄も盛り上げてあげたいなと思って。おー、すごい。なんくるないさ。北海道ね、あ、ありがとうございます。沖縄を盛り上げんといけんのじゃないですか、やっぱり。というと沖縄だけじゃなくて、はい、ね、はい、熊本、長崎、佐賀、沖縄、メンソーレーと言ってください。なるほど。いい、最近愛の手流行ってるじゃないですか、TikTok とかでね。じゃあ最初と最後、そうですね、はい、北海道一緒に見ていただくのと、ま、メンソーレ。そうですよ、同じのが2回繰り返しますから多分大丈夫だと思います。いや、楽しそうね。はい、それではやった。いいですか、大丈夫ですか。大丈夫です。ついに夢が叶う。やった。クイーンの残ったことはないですか。ない、ない、ない。よし、みんなこのテンションについてきてくださいね。いきますよ、皆さん一緒に北海道行ってくださいね。いいですか。はい、それでは聞いてください、 JPN47。 Go!
川と次茨城は新潟富山長野山梨石川石川みんなこの JFK のこう店で歌う川村さんを目に焼き付けて心に焼き付けてね皆さんね生川村ですから、はい、行きますよ石川福井福岡って言ったら本当に覚えるんですね。さすがです。いや、やっぱりね、もうね、だってお風呂入った後ドライヤーで乾かしながらずっとこの曲歌ってますから今。ガイドって言ってだいたい2ループぐらいで髪乾きます。これはありがたいね。少し作った本に作った人ですか。そう、作曲者の方ですか。そうです、作曲者の久保健です。素晴らしい曲をありがとうございます。ありがとうございます。今度のじゃあ CD に控えめに言って最高ですっておみつもらっていいですか。あ、お断りし出ました。ダメだった。生お言葉で。最高です。本当にありがとうございます。いや、もうね、そのレイワンダフルバイバイバイガトって自粛警察とか、はい、ね、JPN47 も、はい、西区東区だけじゃないです。もうきっと日本全国に流行ると私は信じてます。いや、JPN47 こそやっぱりラジコで皆さん全国から河村さん応援されてると思いますよ。47都道府県。何言っとるの。分かんなかった今、ね、後で真を測りかねたい。世間話じゃないから。僕は喋りません。皆さん、ケースケープロジェクトいかがだったでしょうか。ありがとうございます。さっさんは本当に初めてなんですよ。本当にで、ケンは出てるもんね、はい、で、実は久保健も出てんだよ。出てます。そうなのだ。 KSK としては初めてだけど、はい、その前の時に実は出てんだよね。お久しぶり、ありがとうございます。いやいや、なので、あ、まあこうやってね、そのほら、続けることっていうのが実は一番難しいこと
なんですよ。で、まあ41ですよ、平均年齢で JSK プロジェクト。だからまあバカ集団間違いないですなんですけど、でもこうやってずっとやることっていうのがほらみんなも分かるけど、いかに大変かみたいなのを考えた時に、ああすごいなと思うし、でほら川村みたいにね、はい、KSK プロジェクトの曲をリアルに好きな子がいるからね。好きです、本当。ありがとうございます。どうしても一緒に歌いたいですって言って今回の声もないとでも熱望して夢叶いました。僕はあの午前様様の放送で、はい、小村歌いたいって言ってんだよ、みたいなすぐ DM 送っていいんですかみたいな、うんうん、はい、嬉しかったです。いやでもね、だこの真ん中に沖縄グループがいるんですよ。沖縄から来た、もうな、高校狩りが良かったですよ、ね、はい、だ沖縄のノリがもう重たいからね、みんなね、一番前の列とかこの 2,3 列目とかすごい重たいからね、みんなが重たい空気作るんだからね。どんな歌を歌ったか分かりました？分かりました、バイバイバイキンとかありがとうございます。大好きですよ。あ、よかったです。なんだどんな歌を歌ったか。いやいや、いやなんか分かるわ、ノリがついてこれたかな、なんか僕たちの盛り上げ方が悪かったのかなと思って。いいえ、いや多分この一番前の変質者ども変質者どものノリの重たさですよ。でも、はい、北海道って言おうねって言った後、みんなその後の JPL っていうのも求めようとしたけど、それは聞いてないと思う。それはすごい求めたから、いや、それは分かんない、言ってなかったここって思いながらなんだよと思って、ライブ前にはそこといろいろ言おうねって言おうと思ちゃんと伝えてたんですよ。全部覚えてるわけがない。そうなんだ。まあでもね、はい、あの JSK、 あ、じゃあ KSK プロジェクト JPN と混ざっちゃって、そうはその、ね、月に1回、はい、アリスガーデンでライブをちゃんとやって、でも若いミュージシャンが十何組それ参加して毎月毎月やってて、でそれ主催してたりとかするので、ある意味その広島の音楽文化の下支え側に回ってたりもするので、ぜひあの覚えていただいて、はい、これから応援していただいて、で JPN47 を聞くと川村のこともあ、いいです、あ、嬉しいです。どうだったですか？最高でした。ほんまですか？もうこんなこと返して、配信見返して、この家でもう一回やろうと思います。でこの、ま、久々にこれぐらい長い人聞きました一生忘れないです、この喜びはということで、はい、改めて KSK プロジェクトプラス川村彩奈でした。皆さん大きな拍手をありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうね。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。